はい、皆さんトライアングルです。というわけで今回なんですけど、こちらカムサリシャンクスメインですね、メインアカウントの方で、チケット3枚買ってきましたので、今回3枚でシャンクスちょっと狙っていきたいなと思います。そしてダイヤも溜まってるんで、そっちも引けたら引きたいなって感じですね。いや、まあまあ正直、まあ正直言うと、もう確定分まで全部引きますよ、全部引くんだけど、とりあえず3枚ですね。はい、行きましょう。早くシャンクス使いたいでござる。あー頼むよ。もうこんなさらっと引いていいのか、ちょっと待って、こんなさらっと引いていいの大丈夫？いや大丈夫です。いやちょっと待って、一回ちょっとこれもうどちらにしてもダイヤも使う予定だから、これ使いましょう。まず10連で出たら最高。これでおいよ、仲間いる。宝箱はない。なんかもう10連じゃ出る気が、あ10連で出る、なんかまずなんか単発みたいな感覚で引いてるの結構やばいんだけどね、感覚的には。40だから、まあまあまあ、とりあえずじゃあ次チケットいきましょう。はい、いきます。あー緊張する。でも3枚あるから、でしかも今みたいに爆死はない、これはかなり大きい。宝箱いいよ、フルエースだったら最高最高最高。おー最高、うん、まあまあまあ、赤バタ黒バタじゃないだけいい。マイナス1だったらまあ良きでしょう。マイナス1だったら3体の可能性もあるし、来い、よし、マイナス1いいよ、マイナス1ポイント。そしてもちろんゲッターだ。いや一番いいのはスナイクマン。そしてなんかのバグでなんか2回来てくれ、演出2回演出絶対ないけど、そんなまだ存在してないと思うんだけど。いきますよー、ダメですかまだ。まあでもこれ来なければ来ないほど、演出が良くて来なければ来ないほど1体のなんかなんだろう、いい確率が上がる気がするからな。いいよ、これに関しては大丈夫、1体にかけろ。でもゲッターで頼む。え待って、えマイナス1でさすが、え1体だけマイナス1であるの、そんなこと。あるゲッターだ、いけーっと、いや違う、クロコダイルだよな、今この首のモフモフが違ったもん。ああもう1体いるね。じゃあ最後2体ですね。じゃあいきましょう、いっ、あーはーはーはー、いやー誰、あトレーボルね、トレーボル100、あ100じゃないのか、まあまあまあ、だったらよき。トレーボル、あこれで100になっ、いやん100人100じゃないよね、あ80だよね。あでもトレーボラ80でよかった、これはまあまあまあ、トレーボラは使いたかったから OK です。じゃあ次行きましょう、まだあるよまだあるよ、大丈夫、まだ1枚だ、まだ使ったのは1枚だ。さあいいよ、宝箱演出はいい、まあでも星4確定だからそりゃいい演出なら間違いないんだけど、いやー27か、いやでも旗が金は良くない、旗が金なのは同じ、もしいやマイナス1でもいい、マイナス1これ多分、いやなんかね、わかんない、本当かどうかわかんないんだけど、でもいや僕のコメントしてくれる人大体あの本当にガチ勢の方ばっかだから、結構あのあれもう信じてるんだけど、旗がかなり重要、同じなんかポイントでも旗が金か黒で全然違うみたいな、同じマイナス2ポイントだったんですよみたいな言ってたから、スネークもあるんじゃないの、これあるんじゃないの。いやもちろんフレンスの方がね一番可能性としては高いんだろうけど、2体かな、どうなんだろう、3体か2体か、いや今の流れ似てると2体、あたから誰、あもうバージェスは100なんだよな。いやゲッターでドキドキしたい、せめてドキドキさせてお願いします、ドキドキさせて、まだでした、ドキドキさせてお願いお願い、シャンクスシャンクスシャ、うん、もう見た瞬間分かったわ見た瞬間分かる系は嫌ですね。じゃあ次行きましょう、まだまだまだある、まだある、行きます、いけお願いします、いいよ仲間いる、まあそれは仲間いる、宝箱は金箱、もうフレンスで行こうよ、フレンスでドキドキさせてくれ、金箱いいよいいよ、ねシャボン玉はあるあるある、であと気持ち来い、金持ち行け金持ち、うわーマジ地獄に落とす系男子、マジっすか、うわうわ、いやーこれはマイナス2で超フェス来ますか、来ますか、アタッカーかレイリー、いやーもう最後確定分だね、確定分1回か、マジかー、こんかったー、いやーまだこんかった、まだわからん、まだわからんけどね、まだわかんないけどね、まだわかりませんけどね、ゲットドゲットドゲットドー、あーでもいや、オッケーあ嬉しい嬉しい嬉しい、持ってなかったの、あクイーンは嬉しいわ、これ普通に嬉しいっす、いやまあまあまあもちろんシャンクスの方がいいけどね、シャンクスの方がいいけどマジで嬉しい、これクイーンやった
いいじゃないっすか。あ、よかった、救われたわ。まだ救われた。いや、クイーンいいのよ。いや、もちろんね、環境とかじゃなくてね、普通に使ってきたいの、クイーン。あ、嬉しい。いや、でもレベル60なんだよな。特訓させようかな。特訓で80ぐらいまで、ちょっと持ってきたいね、これ。あー、よかったよかった。あ、嬉しい嬉しい嬉しい。はい。で、まだありますよ。チケット。チケット分があるんだね。はい。まあまあ、でもね、一応、まあ、あと6回引けばね、確定でゲットできるっていう気持ちがあるから、まだ気持ち楽。いや、でも楽じゃないぞ。もう1体欲しいね、せめて。70。要は2体ゲット、要は確定分含めて2体ゲットして、で、かけらで80とかにして、みたいな。それがまあ一番理想ではあるんだけどね。ということで、まだもう一回いけるよね、これ。20、これいけるよね。いけますね。はい、じゃあいきます。参りまする。星4確定。1体。まあまあまあ、ここら辺はエースはどうでもいいですよ。うん、なんでもいい、なんでもいい。星、とりあえず星4。星4は絶対来るから。いきます。ゲッターだよ、ゲッターだよ、ゲッターだよ、ゲッ、うん、お前さっき見たー。あなたさっき見ました。いやー、まあそんな簡単にはこんなん分かってるよ。こんな簡単にはこんなん分かってるね。これ提供割合って一緒なの、おしゃんって 0.2 じゃん、ちょっと高いじゃん。あ、ブルーの星、ブルーの、いやカメザレちゃん、いやーマジか、 0.2 なんだ。 0.1 よりまあちょっと高いんだね、これの方が。だから出る確率は2倍高いのよ。いや2倍で 0.2 もなかなかだけどさ。でブルーの星、いや待って、マジでブルーの星、ブルーの星。あとフォークあるのか。うわー、フォークも欲しいな。なるほどね。わ、じゃあ結構当たり外してんだこれ。まあフェスゲン全員入ってるからね、あれだけど。わ、アルベルもいる。アルベル。まあ、クイーンは出たけどって感じだな。そうね、できれば今欲しいのが、アルベル、アルベル、まあ、おでんも欲しいね、今。85レベルかなんかだから、もうちょっと、あと緑、あ、そっか。荒巻欲しいわ。荒巻、アルベル、まあ、おでん、あと、あ、パシフィスタ持ってたよね。で、フォーク。フォークと、あと一番欲しいの、ブルーノ。ブルーノが一番欲しいかもしれない、今んとこ、このフェスゲンで言うと。いやー、そうか、出んかったか。まあ、ちょっとまた明日ね、これもう全部引く予定ではあるので、明日、ちょっと、またシャンクス狙ってガシャ引きたいと思いますので、よければ見ていただけると嬉しいです。で、これ、有効、これってさ、このガシャポイントあるじゃん。これ。この黒の、このやつ。残りもうちょっとでさ、溜まるんだけど、これってさ、これのガチャチケット？これ？これだよね。これ一回引けるだけって感じだよね。だから、これね、あんま、正直あまり欲しいキャラがいないというか、まあ、クラッカーも100だし、そうなんだよね。これまあまあまあ、でもいっか。はい、というわけでとりあえず今回はこの辺りで終わりたいなと思います。ちょっとねさらっとこれも引いたりしたいんだけどね、今はやっぱりちょっとカムサルシャンクスに、集中していきたいと思います。とりあえずね、今からかけらがっつり集めて、イベントとかやったりですね。で、課金して、まあ、バトルパス買って、まあ、かけらゲットして、シャンクスレベル100目指して頑張っていきたいと思います。とりあえずまあ80、まあ行きたいね、80超えして、まあリーグバトルで使っていくということをしていきますので、よかったら見ていただけると嬉しいです。というわけで、じゃあ今回この辺りで終わります。それじゃあお疲れ様でした。バイバイ。